こんにちは、サトルです。本日はガジェット的な話です。親にバレないようにアダルトサイトを見る方法を皆さんに教えたいと思います。まあ、タイトルはこんな感じですが、アダルトサイト見る以外でも使えます。では早速ですが、一緒にやっていきましょう。はい、本日はスマートフォンでアダルトサイトを見たっていうのをバレないようにする方法を皆さんに教えたいと思います。なんでアダルトサイトを見たってバレるのか。それはですね、スマートフォンには閲覧履歴という機能があります。はい、俺はこういうのを閲覧しましたね。 Google もう Google ばっかです。俺のスマートフォンには Google の結果しか出ていません。あ、ニコニコが出ました。とにかく Google とニコニコしか出ません。割と徹底しています。そして検索結果もバレる証拠の一つになります。 Google の検索窓を開いてタップをすると、はい、こういう風に検索結果が出ました。俺いろんなの検索しているな。まあこういう感じですね。でも健全な検索結果しか残っていません。はい、俺は徹底しています。まず変なもの検索しません。でも調べたいときはこれを使います。ということで、履歴を残さないブラウザを検索する方法、閲覧する方法を皆さんに教えます。はい、 iPhone でサファリを開いたらよく見てください。アドレスバー白色になっていませんか？もし白色になっていたら、これは検索結果とか閲覧履歴、これが残る状態になっているっていうことです。はい、こうなっていたら皆さんは親にアダルトサイト見たと、というのがバレてしまいます。ではこのアドレスバーを白色じゃない方法にする場合どうしたらいいっていうことですね。はい、ここで変えます。タブの画面開いてポチってやってプライベートに変えます。すると黒くなりました。プライベートブラウズモードっていうのが出てきます。 iOS14 以下だとタブ画面開いてプライベートってタップして、これでおしまいです。ではプライベートモードとは何ですか？プライベートブラウズモードでは、タブを閉じた後アクセスしたページ、検索履歴または入力情報をサファリに保存しません。ここで通じる人は通じます。わかんない人は解説を聞いてください。まずプライベートモードではこの状態でこういう風に検索をしても、閲覧履歴に何を検索したかっていうのが追加されません。ということは Google 検索も何も設定していない状態に戻るし、検索窓タップをしてもさっきの検索履歴出てきません。ここの検索履歴にも残んないし、サファリ本体の検索履歴も残んないんです。だからこのモードでやると変態なサイトを見ても大丈夫ですということです。まあ単純に考えると、今日は普通のタブを使います、いやいや今日は検索をしたいからプライベートタブを使います、っていう風に使い分けをすればいいんですよ。何かしらサイト検索したいときは、履歴残したくないからプライベートブラウザを使います、だって履歴に残ったら邪魔だからね、という風に考えてこれを使えばいいんですね。そして Google アカウントを使って YouTube の設定とかクレジットカードの設定を変えたいからという時に、このノーマルのタブを使えばいいんです。ちょっと難しいんですけど、ただタブの使い分けをすれば、とりあえず履歴に残すものと残すべきではないもの、分けることができるはずです。ちょっと難しいですけど、今回のこの動画をきっかけにアダルトサイトに限らずこのテクニックを使ってやってもらえたらと思います。ということでいかがでしたか？動画を簡単にまとめると、ノーマルのブラウザモードだと検索履歴、閲覧履歴、この2つが残ります。ただプライベートブラウザだと検索履歴も閲覧履歴も残りません。タブを消したらバッサリ切られます。なのでこういったことができるから親にバレないんです。とにかく俺みたいな使い分けを実践してもらえたらと思います。ということで本日のガジェット的な話は以上です。ご視聴ありがとうございました。